コリントの信徒への手紙には、新約聖書に収められた書簡の一つ。使徒パウロと協力者手持てから、コリントの教会の共同体へと当てられた手紙である。コリント人への第二の手紙とも言われる。先立って書かれた第一の書簡が、コリントの信徒への手紙一である。ニコリという略称が用いられることもある。コリントの信徒への手紙一を記した後、 パウロは小アジアの都市エフェソスを離れて、マケドニア州へ向かうことにした。エフェソスでの宣教活動は、成功を収め、それがためにパウロは反対者の活動によって、エフェソスにいることが難しくもなっていたのである。エフェソスから陸路とロアスへ到着したパウロはそこから、カイロ、マケドニア州へ入るつもりであった。しかし、第一の書簡を運んで、コリントへ行っていたテトスと、 トロアスで合流しようという目論みはうまくいかなかったので不安にかられた。しかし、マケドニアのフィリピでテトスと再会することができ、二人は喜びあった。パウロはテトスからコリンとの共同体の状況について聞くことができた。13章からなる。研究者たちはこの書簡がフィリピかテサロニケで、紀元五58年の初頭に書かれたものと考えている。 この手紙をコリントへ届けたのはおそらくテトスであったろう。第1の手紙との違いは、この手紙はコリントの共同体のメンバーのみならず、赤い野州の全域の共同体に当てられた書簡であるということである。全体の内容は以下の通りである。11章にはパウロの人生における困難の数々がリストアップされ、第12章では、 第三点まで挙げられたという神秘体験について自分に与えられたトゲについて述べられている。この書簡では他のどれよりもパウロが自分自身について多く語っている。コリンとの共同体がこの後どうなったのかはわからないが使徒言行録22によればパウロはこの後コリンとを訪れて3ヶ月訪問し、同地でローマの信徒への手紙を執筆している。この書簡には パウロの文体の雰囲気が突然変わったり、話のつながりの悪いところが散見される。そのために、この書簡は、複数の書簡を編集したものではないかという仮説が立てられ、現在では、ボルンカムラによる5つの書簡の複合体であるとする、説が多くの研究者によって指示されている。それによると、以下のように分割される。例えば、青の他紙を、パウロ書簡。 ありがとうございます。